皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。任天堂より1994年11月26日に、スーパーファミコン用ソフトとして、発売された横スクロール型アクションゲーム。パワフルなドンキーとすばしっこいディディ、2匹のゴリラが愛嬌たっぷりに、大活躍する。6つのエリア、40ステージを収録。ゴリラのアクションも本物からモデリングしている。CG 処理を施した背景を、デジタルアニメーションのゴリラが、動き回るシーンは、まるで映画を見ているよう。ストーリー。個性的な生物と自然の宝庫、コング島。その中でひときわ大きな群れ、コング、たちは平穏な暮らしを送っていた。しかしある時、ワニ族である、クレムリン軍団が、コング島に来襲して島を占拠し、コングたちの食料であるバナナを強奪していった。群れのリーダー格であるゴリラの、ドンキーコングは、相棒のチンパンジー、ディディーコングと、共に、バナナの奪還とクレムリン軍団の、打倒を目指して旅立った。特徴。動き早や遅いが硬い敵も、倒せるドンキー、と、身軽で、速いが非力なディディー。という性能の異なるコンビで、クリアを目指す。二人一緒にいる時はワンボタンでいつでも、操作するキャラを切り替えられる。それぞれの性能は分かりやすい一長一短であり、それぞれに得意な場面と苦手な場面が、存在する。現在操作中のキャラが、敵に触れるなどしてダメージを、受けると離脱してしまい、控えのキャラを操作することになる。離脱したキャラは、ステージ内に設置されている DK バレルに、閉じ込められており、バレルを壊すことで復帰する。二人一緒にいればダメージにも、一回は耐えられるということであり、それだけでも安心感がある。当たり判定は操作キャラの、方にあり、控えキャラが操作キャラとの、動作差で敵に触れたりしても、ダメージは受けない。ゴリラ、猿、ならではのアクション。Y ボタンでダッシュ、B ボタンでジャンプ、敵を、踏んで倒せる、など、基本的な動かし方はマリオシリーズと、同様。最大の特徴は、Y ボタンでダッシュしつつ体当たり攻撃する、ローリングアタック、ジャンプする必要もなく地上の、敵を倒せる。また、ローリングで敵を倒した直後は移動速度が、さらに高速化する。野生的で爽快感のあるアクション。ローリングでは倒せないが踏みつけなら倒せる敵もいるなど、敵によっては踏みつけとの使い分けも、要求される。ローリングアタック中に落下した場合は空中で、ジャンプが可能。これを利用し、ただのダッシュジャンプだけでは届かない足場に、移ったり、穴の上に配置されたアイテムを、取った後足場に復帰したりというテクニックも、ドンキーの右下 Y で両手を、地面に叩きつける、ハンドスラップ、というアクションが、行える。地面に隠れているアイテムを、手に入れたり、敵を倒してバナナを出現させたり、このアクションでしか倒せない敵を、倒したりと使い方は様々。投げて攻撃したり、中に行って大砲のように、発射されたりする、たる、これをうまく利用して攻略していく。ステージ中には様々な一流Pアイテムが、配置されている。
バルーン、風船、取得することで、色に対応して1、2、3 UP する。バナナ、グレムリンたちが落としていったバナナ。100本取得することで、1 UP と、マリオのコインと同じようなアイテム。バナナ10本分が束になっている場合もある。口述のボーナスステージの、ヒントとしても使われており、不自然な場所に置かれているバナナはボーナスへの、道しるべとなる。K, O, N, G パネル、各ステージごとに、K, O, N, G が、各1枚配置され、集めると 1UP。蒸気2つに比べると集めにくく、回収のリスクが高いポイントもあるので、無理して取る必要はない。ステージによっては、アニマルフレンドという動物たちが登場し、冒険の手助けをしてくれる。ランビ、サイ、突進して鋭い角で攻撃する。目の前の敵を勝手に攻撃してくれ、壁に隠されたボーナスステージの入り口も開くこともできる。エンガード、カジキ、長く鋭い上角でついて攻撃する。4つすべての水中ステージに登場し、高い機動力と唯一の攻撃手段として非常に重宝する。エクスプレッソ、ダチョウ、素早く移動でき、ジャンプするとゆっくりと下降できる。足元には当たり判定がないため、小さい敵は無視できるが、敵を踏めない。ウィンキー、高くジャンプできるカエル。コングでは踏めない敵、ジンガーも踏んで倒せる。スコークス、4、5、トーチライト、トンネル、2のみ登場。乗ったり攻撃することはできないが、暗い場所を照らしてくれるオウム、2、と、3、にも登場しているが、用途が異なる。この時はまだ地味な扱いであるが、驚いたことに現状の、シリーズで解禁になっているのは、彼だけである。本作のマップ構成。本作は日本国内に見られる一般的なワールド選択タイプのアクションゲームのマップと異なり、各レベル、ワールド、間を移動するための全体マップと各レベル内のステージマップに当たるレベル内マップに分かれている。一度各レベルにいると、レベル内のボスを倒す、もしくはレベル移動ポイント、ファンキーコングの小屋を利用できるようになるまでは全体マップに戻れないという制約がある。評価点。SFC では屈指の美麗な CG で描かれたグラフィック。本作を語る上で外せない長所。サンディで立体感と躍動感たっぷりに描かれたキャラクターやオブジェクトの美しさは現在見ても全く色褪せない。当時、任天堂が積極的にアピールしただけある美しさ。プレイ中どころか OP のレア社と任天堂のタイトルロゴの美しさに当時しびれた人も多いのではないだろうか。そしてその CG でジャングルや洞窟、海中、森の中、雪山、果ては廃工場といったエリアまで展開するため探索欲が湧く。さすがにリアルタイム処理ではなく、すでに CG として制作したものをつなぎ合わせて動いてるように表示するだけのプリレンダー CG ではある。しかし今までのゲームとは違うグラフィックは、後年次世代機で実現したリアルタイムレンダリングに匹敵するほどの衝撃をプレイヤーに与えた。シンプルかつコングの特徴を活かしたアクション。覚えるべき操作は少ないものの、コングの特徴を活かしつつ簡単な操作で行えるので、慣れるのも早い。二人のキャラのコンビというシステムは新鮮で、適度に指向性がある。個性的なキャラクターたち。敵キャラにもワニだけでなく、ビーバーにハゲワシ、ハチやヘビにタコ。しかもキャラの動作に細かい SE まである。味方キャラにも体当たりが、得意なサイ、泳ぎの上手いカジキ、ジャンプ力のあるカエルと、様々。チョイスがバリエーション豊かで、ごったに感があってとても賑やか。デフォルメされた顔つきや、靴、ヘルメット、迷彩服などの衣装を着て入るものの、本作のキャラクターたちは後続の作品に比べて全体的に造形や頭身がリアルで、シルエットは現実の動物のそれに近いものになっている。美麗な映像と合わせて、まるで現実の大自然の中を歩き回っているかのような臨場感がある。良質かつ豪華な音楽。デビッド・ワイズ・シラによる音楽は完成度が
非常に高く、各フィールドの世界味を最大限に、引き立てている。SFC の音源とは思えないほどに、リアルで美しい音使いで、作られており、曲単体で聴いても十分、鑑賞に頼る質の高さを、誇っている。特に際立つのが音の使い方で、タンバリンの音を高音にすることによって、全く別の楽器の音のようにしているなど、それまでのゲームとは全く、違う音の使い方で SFC の音源の限界を感じさせない細やかな作りになっている。中でも野生的なドラムのリズムがステージ景観にぴったりなジャングルステージの音楽や透明感あふれる海ステージの音楽は特に評価が高い。洞窟の音楽の水滴が滴り落ちる音などステージの情景を連想させる効果音や和音をふんだんに使う代わりに具体的なメロディーやリズムを配したアンビエント、まとな音楽が多いのも特徴。サンプリングを用いる SFC 音源の本領発揮と言えるだろう。効果音も印象に残るもの揃い。倒した際の効果音も敵ごとに違い、特にクラッシャやロッククロックを倒した時やキングクルールを攻撃した時の、お、は、大抵の人が真似したであろう。その他、ステージの作り込みは非常に細かく、隠しアイテムやショートカットがふんだんに散りばめられている。例としてゲームを始めて最初に行くことになる、1、バナナジャングル、では、地上をほぼ一直線に進むだけでゴールまでたどり着ける以外に、ステージ上部の樹木を、ジャンプで渡っていくことで、大量のバルーンが手に入るという隠しギミックがある。木の間の感覚がローリングからの、空中ジャンプを駆使して、ギリギリ届く広さに並んでおり、最序盤のステージでありながら上級者も、ル難度となっている。このような隠し要素を探して、ステージを探索するのも面白い。やり込みとして各ステージの、ボーナスステージを探すことも、できる。見事入り口を見つけることができれば、セーブデータのパーセントがどんどん上がっていく。その上、そのステージでの 100% を達成するとステージ名に、がつくので、どのステージで、隠し要素を発見していないのかが、わからない、という事態も起こらないユーザーフレンドリーな設計。最高は 100% に、見せかけて、賛否両論点。シリーズ作品から一部の設定やキャラクターの改変。今までのシリーズでドンキーコングとして扱われていた初代ドンキーコングはクランキーコングへ名前を変更されている。また性格面でも解雇主義的な思想へと改変されており、何かと毒を吐くシーンが多い。今までのシリーズでは主役級だったキャラクターに、こうした癖の強いキャラ付けがされている点は、賛否が分かれる。クランキーコングの息子であり、過去のシリーズ作品では何度も、主役になったことがある、ドンキーコング JR、が、本作では一切登場せず、シリーズファンには違和感が、大きい。一切言及もされないため、ドンキーコング JR、が、にしろめドンキーコングから見て、父親に当たるのか、叔父に当たるのかも、不明のままになっている。問題点。本作最大の売りであり評価点でもある美麗なグラフィックであるが、視認性が悪い箇所が目立つため、アクションゲームのグラフィックとしては、問題がある。木の缶、木の足場、崖、樽、ドンキー、ディディなど、とにかく茶色のオブジェクトが、多く、あまり塗り分けがされていない。背景にも茶色が使われており、の判断を阻害している。ドンキーもディディもどちらも、茶色ベースの色合いで、操作しない方は後ろからついてくるため、今現在どちらを操作しているのか、瞬時に判断がつきにくい。坂を滑った時や、エンガードの突進を使った時など、操作キャラが高速で移動すると、画面のスクロールが遅れ、進行方向の先が見えなくなる。
横スクロールステージで、画面が不必要に縦にスクロールして、下の地面が見えなくなるコースが、多い。最初にプレイする、1、バナナジャングル、から、早速このような構造になっている。後に、スーパーマリオメーカー、が、発売した際に、公式サイト上で、縦に、スクロールしないコースを作ろう、と、呼びかけていることからも、本作のコースデザインには、問題があることがわかる。不自由なセーブ。本作のセーブポイントの、キャンディーコングの、小屋、破格レベル、ワールド、に、一箇所ずつ存在するのだが、どのレベルでもいくつかのコースを、クリアしなければ出現せず、セーブをするためには、ファンキーコングの、小屋、からすでにクリア済みの、他のレベルに戻る一手間を、かけるか、キャンディーコングの小屋が出現するまで、コースをクリアする必要に、迫られる。そして厄介なことに、ゲーム内で最初のセーブポイントはレベル1の、ボスの手前でやっと出現するため、ゲーム開始直後はレベル1の、ボス以外の5コースをすべて、クリアするまで一切セーブできない。おまけにセーブポイント手前にある、1、5、タル大砲の、谷、は、レベル1の中でも難関の、コースとされ、セーブすらできずにゲームオーバー、1からやり直しというケースも、十分にあり得るため、最序盤にしてはいささか、厳しすぎるゲームデザインであると言える。レベル2以降も、現行到達レベルでキャンディー OR ファンキーのどちらかの、コングの小屋が出現していなければ、セーブは不可能。そして両コングの小屋は、どのレベルにおいても最低2つの、コースをクリアしないと利用できないため、新たなレベルに行った直後は、しばらくセーブができない状況に、追いやられる。このため、ボス撃破後はすぐに次のレベルに、進まず、現在のレベルに入り直して、セーブを優先することが定石となっている。セーブデータに残機が記録されないため、再開時は1から稼ぎ直さないといけなくなる。ドンキーとディディの性能差。ディディはドンキーより一回り小さくて、敵に若干当たりづらく、かつスピードがあるので操作性に、優れる。エンガードに乗らないと攻撃手段がない水中ステージではその恩恵は大きい。反面、そのスピードゆえにジャンプ中の、細かい制御はやや難しくなり、小刻みなジャンプを連続するような慎重な操作が、求められる場面ではゆっくりとしたドンキーの、方が扱いやすい。一方ドンキーはパワーに優れ、ディディの踏みつけやローリングアタックでは弾かれてしまう一部の、敵を倒すことができる。が、その数は多くなく、ギョタとしてもディディの機動力ならやり過ごせてしまえることが、ほとんど。ドンキーとディディ両方で、倒せない、または対処法が全く、同じという敵の方が多く、極論無敵の敵でなければ、どちらででも樽を投げつければ、倒せてしまう。いまいちドンキーの利点になっていない。ドンキーの固有アクションであるハンドスラップは、攻撃面では攻撃範囲が、狭いくせに暇が大きく、これを攻撃手段に使うくらいなら踏むか、アタックするか、あるいはやり過ごした方がはるかに、手取り早い。アイテムの掘り出し機能はバナナ、残機、を、稼ぎたい時には使えなくもないが、他の方法で残機を稼いだ方が、現実的である。少なくとも、クリアに仕様を強いられる場面は全く、ない。一応ハンドスラップには、ストップ、ゴーステーション、というステージに、登場する、無敵状態で暴れ回る、ロッククロック、という敵が、待機状態になっている時に、使うと倒すことができるという効果もある。1ステージ限定ではあるが、非常に厄介な敵を唯一倒すことが、できる方法であるので、限定的ではあるが駅に、立たないこともないかもしれない。この敵を倒せば落ち着いて、探索しやすくなるかと思われるので、このステージのボーナスステージを探す場合には駅に立つかもしれない。樽を持った際にも差が出る。ディディは体の正面で抱えるので、持ったまま体当たりするだけで、敵を倒せたりボーナスステージの入り口を開けられるが、ドンキーは頭上で保持するため投げる際に、若干の暇ができる上、敵に横からぶつかるとダメージを受けてしまう。ボーナスステージの入り口も、持ったままでは開けられないどころか、壁に密着した状態で、樽を投げても軌道と判定のせいで、開けられないことがある。
壁に隣接した状態で、足元に置くという方法は、ある、頭上に持つため、高い位置にいる敵にも投擲モーションと、合わせて当てやすいなど、固有の利点がないわけではない。通常ボス戦の難易度が、全体的に低め。そもそも今作のボスは、ほとんどが雑魚敵をでかくしただけで、攻撃パターンも体当たりのみが、大半である。その中でも色と攻撃パターンを変えただけのボスがいくつかおり、攻撃パターンの変化もそこまで大きくないので倒すのはやはりたやすい。また、レベル5のボス、ラムドラムは、こちらから直接ダメージを与える手段がなく、プレス攻撃の後に吐き出されるすべての敵を倒すとそのまま自滅して、倒したことになってしまう。倒し方のパターンが違うだけといえば、確かにそうだが、直接攻撃して倒せたわけないのでやや、拍子抜けである。なお、レベル3のボス、クイーンビーも、踏みつけなどで直接ダメージは与えられない代わりに、ステージ内に定期的に出現する樽を、ぶつけて倒すというシチュエーションとなっているのだが、こちらでは採用されていない。ボーナスステージが見つけにくい。セーブデータの達成度を上げるには、ステージに隠されているボーナスステージの入り口を見つける必要があるが、ゲーム内にヒントが少なく、怪しそうな場所を潰しに調べるしかないため、攻略情報等なしでコンプリートするのは難しく、面倒な作業となる。一応、2以降と違い基本的に見つけてしまえばそれで終わりなので、ボーナスステージを探すこと自体が目的という位置づけであることが見て取れる。ただし例外的に、ボーナスステージの中に別の、ボーナスステージの入り口がある、という、とんでもないステージもあったりする。そのため、攻略本を持っていないプレイヤーからは、ボーナスステージがコンプリートできないのが、仕様、と誤解を受けることもあった。見つけにくいがゆえに探索することにや理解を、乱すプレイヤーもまた存在するかと、思われる。クリアとは 101% を、目指して友達と集まって、ワイワイと、あるいは個人でじっくり探索を、続けて全ステージに、が、つくまでプレイをした人は決して、少なくはないと思われるのでやり込み要素として見るなら悪くない点なのかもしれない。スコークスのライト。スコークスはコングたちの進行方向を、照らすため、コングたちが後ろを向いたらスコークスも、当然後ろを向く。この方向転換の際、ライトが一瞬だけプレイヤー側に向くので、視界がフラッシュ、ホワイトアウトする。リアルではあるが、はっきり言って目に悪い。ただ本当に一瞬なので、そこまで気にならない程度ではある。レベル5、カントリーファクトリーのフリーズバグ。一度クリアした後に再び入ると、脱出時に高確率でフリーズする。前述した通り難易度は高めだが、やっているうちに上達が、実感できるバランス取りのおかげもありそこまで、気にはならない。しかし少々場違いなステージも、レベル4は全体的に難易度が、高く、前述の仕様により 4,5, クリアするまでセーブができない。それなのに、4、1、吹雪の谷、はレベル1番手のステージの、くせに本作でも3本の、指にいる高難度ステージと、評されるほど。その後も4、2で精密なロープアクションを、要求されたり、4、4で後ろから迫る無敵の、敵から逃げ切れなかったりと、多くのプレイヤーが辛酸を、舐めた。4、1、吹雪の谷、は。回転する樽あたりをひたすら繰り返していくというもの。しかも終盤になると樽が回転しながら動くようになるため、タイミングを測るのが非常に難しい。吹雪による視界不良と、後半から全く異なる音楽が、プレイヤーに絶望感を与えてくれる。ゲームセンター CX で、本作に挑戦した際、有野課長はこのステージだけで、3時間以上足止めを食らっていた。課長の絶妙なゲームセンスなら仕方ないかと思う方もいるかもしれないが、他のステージは多少手こずる部分はあったものの、ここまで時間はかかって入なかった。そういったことを踏まえてみると、ここがいかに難易度の高いステージなのか、理解していただけるかと思う。残機に関しては、レベル1に戻るなりして残機を増やせば一応問題はない。
1、1であれば慣れた人なら一度に、5、10機以上は増やせるし、初心者でも確実に1機は増やせる。あとは慣れるまでが勝負だろう。ちなみに、2、5、納期の遺跡、の、スタート地点で、DD を利用して残機を、ほぼ無限に増やせる裏技の存在も、有名。また、ゲーム開始時に隠しコマンドを入力することで残機50でゲームを開始することが可能。クランキーコンブにアウトアドバイスをしてくれるのだが、どのレベルであっても基本的な助言や初期のステージの情報しかくれないため、序盤以外で会うメリットがまるでないように感じられかねない。実際は進んだステージに応じてアドバイスが増加するが、決定ボタンでメッセージを送っていると絶対に教えてくれない。中盤以降のヒントは、自然にメッセージが流れるままに、説教を聞く中で教えてくれるものが大半。ただし説明書によると、彼のヒントを当てにすることが別に推奨されているわけではないので、その性格付けも合わせて、おそらく意図的。セーブデータのプレイモード、1人プレイ、2人協力プレイ、2人競争プレイを途中から変更できない。1人プレイ以外のモードを選ぶプレイヤーがそもそも少ないということはあるが、せめて1人プレイと2人協力プレイの切り替えくらいは欲しかったところ。アニマルトークンを3つ集めると残機を増やせるミニゲームで遊べるのだが、ボーナスステージ以外で3つ目を入手した場合、プレイ再開時にコンティニューバレル、通過していない場合はスタート地点まで戻されてしまう。このミニゲームはステージクリア後ではなく、3つ集めた時点で強制的にやらされるので、早く進みたい人にとっては煩わしい。現在何個集めたか確認できないのも不親切。また、3つ揃った時に集めたトークンが、1つずつ画面内に表示されていくという演出が挿入され、すぐにミニゲームに移行しないので、微妙にテンポが悪い。SF 史屈指の美麗なグラフィック、良質な音楽等で人気を博し、本作は国内だけでも300万本、全世界規模では800万本の売り上げと高セールスを達成。レア社と CG の底力を世間に知らしめるには十分な作品となった。その後の展開、その後シリーズ化し、SFC で、2、と、3、が、発売。美麗な CG はもちろん、ゲーム自体もかなりの評判である。しかし両作ともドンキーは拾われたり行方不明になったりで、プレイヤーキャラではなく救出対象になってしまい、タイトルに冠されているにもかかわらず SFC、ドンキー、3部作で、ドンキーコングを操作できるのは、本作のみとなる。今作のキャラクターたちは、マリオカート64に、本作のドンキーコングが登場したのを、皮切りに、マリオシリーズにも参戦し、その他の外部作品にも参戦している。ディディコング等の本シリーズで初登場したオリジナルキャラは、当初はドンキーと違い任天堂ではなく、レア社が版権を持っているキャラだったため、任天堂開発のゲームには出演することは難しかったが、2002年にレア社がマイクロソフトに買収されたことに伴いドンキーコングシリーズの版権がほぼ全て任天堂側に移ったため、ドンキーと共に、マリオゴルフ、ファミリーツアー、マリオカート、ダブルダッシュ、大乱闘スマッシュブラザーズ X、などの作品に出演することが叶った。2006年12月12日から2012年12月7日の期間、Wii バーチャルコンソールで配信。2014年11月26日より Wii U バーチャルコンソールの配信に合わせて、2、3とともに Wii バーチャルコンソールで配信が再開された。
2016年3月4日には、ニュー 3DS 向けにも、配信。GB 向けに本作をもとに、新たな冒険、としてフルリメイクした、スーパードンキーコング GB、が、発売されている。内容は原作の後日談ということもあり大幅に、アレンジされており、続編に近い。それとは別に、GBC と GBA に、原作 SFC 版を再現した内容で、移植されている。GBC 版はタイトルを、ドンキーコング2001に変更されての発売。本作では2ステージやミニゲームの追加のほか、オートセーブの採用により不自由だったセーブが改善されている。ただしスペックの劣るハードでの発売のため、グラフィックは原作に及ばず、BGM もスーパードンキーコング GB の BGM の有用が大半となっている。GBA 版については下記にて、小述。Wii では、ドンキーコング、リターンズ、が、発売。開発は任天堂と、メトロイドプライム、を、開発したレトロスタジオ。こちらも Wii 最高画質を、宣伝している。メディアミックスでは、96年にカナダと、フランスの共同制作で、3DCG アニメ、スーパードンキーコングカントリー、が制作され、日本では99年、2000年に、テレビ東京系列にて、ドンキーコング、というタイトルで、放送された。ドンキーの、普段は抜けているがやるとき流行る力持ち、他、各キャラ独自の設定付けがなされて、オリジナルキャラも多いが、コング軍団 VS クレムリン軍団、という構図はゲーム通り。また、洋画吹き替えのお約束として、ローカライズによる特有の、ギャグ、アドリブ、も健在。近い時期に放送されていた作品で、例えるなら、ビーストウォーズ、超生命体トランスフォーマー、と、共通点が多い。アニメ版と同期に発売された GBC、ドンキーコング GB、ディンキーコング、ディクシーコング、および64、ドンキーコング64、の、2作はアニメとのタイアップ作品として、位置づけられている。他、当時の TCG ブームに、便乗しアニメ版を元にしたオフィシャルカードゲームも、発売されていた。スポンサーを務めていた任天堂アート番組の、トットコハム太郎、も同様に、スポンサーを務めていて、こちらでもタイアップのゲーム作品を、数作発売している。2017年6月27日発売の、任天堂クラシックミニ、スーパーファミコン、に、収録された。公式サイトでは当時の説明書の PDF も閲覧可能。2018年8月2日発売のメイド、イン、ワリオ、ゴージャスのプチゲームの一つとして登場している。2018年12月7日発売の大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルにキングクルールがファイターとして参戦した。2020年7月15日にスーパーファミコン、ニンテンドースイッチオンラインで配信された。余談。今作のドンキーコングは、ニシロメと称されるが実際は初代ドンキーコングの孫にあたり、初代ドンキーの息子である、ドンキーコング JR とは同一ではないというややこしい設定。本シリーズでは、初代ドンキーコング派、面を置いた姿の長老、クランキーコングとして、登場する。ちなみに、AC 版本編との関わりを、示唆するセリフも喋る。なお、初代ドンキーが念を置いて、クランキーとなり、現在の西ロメドンキーが、マリオと多くのゲームで共演するようになったものの、マリオの外見年齢は初期からほとんど、変わっていない。ゲーム上ではこの時系列の、謎について明確に派されておらず、コロコロの漫画、スーパーマリオくん、ではヨッシーが、マリオさんは年を、取らないんですね、と言ったり、ボンボンの漫画、スーパードンキーコング、と、マリオ、ではマリオが、ゴリラは年を、取るのが早いんだね、と言ったりなど、独自の解釈がなされていた。まあマリオテニスシリーズなどで、成人と赤ちゃんの同一人物が、共演したりしているため、あまり細かいことは考えない方がいいだろう。なお、映画、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーでは現ドンキーコングが、クランキーコングの息子として、再設定されている。こちらのドンキーコングは従来の、西ロメがベースなのだが、
よく見ると目や鼻の形などが、従来の西ロメと異なり、むしろジュニアに寄せられたデザインとなっている。加えて、長期の、息子がジュニア、孫が、西ロメ、と解説していた任天堂オンラインマガジンの、公式サイトが、映画の日本公開直前の、2023年4月26日をもって、閉鎖、ページ削除されてしまった。これにより上記の設定の、ソースそのものが消滅してしまい、今後は、かつてのドンキーコング JR、と、西ロメドンキーコングが同一人物、という設定に、統合される可能性も考えられるようになってしまった。とはいえ、映画版は他にも原作ゲームとは、異なる設定、描写が、多く、現状においてはひとまずパラレルワールドと、見た方がいいだろう。任天堂の公式見解が、待たれるところである。ジンガー、頬の雑魚、を倒した時の、効果音が妙に生々しい。それだけサウンドのクオリティが、リアルで高品質だという感想も、少なからず上がっているが、に、ではマイルドな音色に、修正された。雪山ステージにある鉄タルは他の、ステージとは全く違う SE になっている。改造ドンキーでおなじみの、変な SE が BGM に、よることから、BGM と SE が紐付けられているものと、思われるが、詳しいことは不明。6、1の、トリックトラックリフトに、の、燃料が減量するときの、SE も、プレイによっては音が全く、違うときがある。ちなみにこの状態でボーナスステージに、整理するとなぜか SE が、元に戻る。こちらも原理は不明。テレビ東京系番組、スーパーマリオスタジアム、ではゲスト出演の、タレントのトライアル企画で、マインカートコースターを、プレイする模様が実況を、交えて放映されていた。それ以外にも芸能人でも、認知度が高かったのか、フジテレビの番組、トンネルズの皆さんのおかげでした。うちの、企画、食わず嫌い王決定戦、で、石橋貴明が、オープニングの西ロメドンキーの、ダンスのモノマネをしていたことがある。本作のグラフィックについて、スーパーファミコンでは表示できない色を表現するため、複数の色を肉眼では確認できない速度で点滅させているという話が語られることがあるが、このテクニックが使われているのは、1、1の背景上部のグラデーションなど一部の部分のみである。60fps で録画して、スロー再生すると1フレームごとに変化していることが確認できる。キャラクター、スプライト、や、細かく書き込まれた背景などでは使われていない。エンディングで登場キャラクターの紹介コーナーのようなものがある。基本名前が表示され、左から右へと敵味方のキャラ流れていくように一体一体丁寧に紹介されていくといった趣の内容なのだが、歩行等といった動くアクションがないキャラクターは立ったままのような状態でまるでベルトコンベアに乗せられているかのように流れていくような映像になっている。特に味方のコングファミリーの面々がこのような感じになっており、中でもクランキーコングはロッキングチェアに座って揺れている状態で、妙にスピード感のあるような速度で横切っていくようがなんともシュールである。しかもなぜかクランキーだけ何度も左右にロッキングチェアで揺られたまま往復していくので、妙な笑いを誘う。ドンキーとディディは専用のアクションで寸劇も披露してくれる。ちなみに、クランキーが移動している間は彼のセリフが英語で表示されており、それぞれ、もうわしの番か、きっと津川氏の番じゃ、わしはライフ一つでクリアしたぞ、しかも1時間もかからんかったわ、と言っている。どうやら出てくる順番を間違えたようだ。概要、イギリスのゲームメーカーレア社の技術力を見込んだ任天堂がタッグを組んで制作した横スクロール型アクションゲーム。当時としては本格的な CG を使い、 SFC というプラットフォームながら 3D でモデリングされたキャラクターを取り込んだプリレンダ CG で、緻密でリアルなグラフィックと動きを実現した次世代 ACT として大々的に発売された。タイトルにドンキーコングとあるが、内容そのものは AC 版シリーズ本編とは関係のない独立した作品で、原作のキャラクターを生かした新規作品となっており、
主人公として登場するのも、初代ドンキーコングの、孫、の、西路目ドンキーコングである。ゲーマーの意見、愛をください。意見、総プレイ時間、99時間以上。良い点、スーファミとは思えないグラフィックポリゴン数から見れば、PS2 並みに見える。タイム制限がない相棒の、ディディコングとアニマルフレンドはスーパーマリオブラザーズとの、差別化。デビットワイズの BGM。ステージ数も豊富でバラエティ豊か。悪い点、セーブポイントにたどり着くのに、ステージをクリアしてからまた戻って、クランキーに行く羽目になる。最後のボス戦が BGM を、含めてスーパードンキーコング2への、伏線だと思う。総合評価、記念するべきスーパードンキーなので、アラガールがボーナスステージを、含めて2、3へと改善されていく。やり込み要素も2や3と増えて、いく。スーパーファミコンで遊ぶならおすすめの、ゲーム。情熱、意見。良い点、スーパーファミコンで相当に、上位の美麗グラフィック。動きの表現に優れて、アクションに躍動感。悪い点、セーブポイントが点在する特定箇所だけ。ゲームオーバーだとそこからやり直し。ドンキーとディディのコンビ仕様は良いけど、相棒的なディディの方が、欠点を感じず俊敏さで、上乗せの性能差。全体に難易度高めで、後半の特定ポイントは異様に、厳しい。総合評価、評判が高いのはわかるが、自分にとってはあまり相性の、良いゲームではなかった。評価は、良い、に近い、普通、で。ルネさんと、意見。良い点、ステージ、まずは村の集落のようなところからドンキーコングが、出てきて相棒のディディコングと、共に出発しますが雪山だったり、海も綺麗でスーパーファミコンの、時代のグラフィックは、今のゲームにない奥深さを、映像で再現していると、思います。暗いステージもありますが、ここは暗いだけでなく少し見えるのが、逆に不気味で小学1年生の、頃、よくビビらずに、やってたなと。音楽、これが一番、オイル工場と、水中レベルはトップクラスの、音楽でゲーム音楽のクオリティを、超えていてこれが超一流なんじゃないかと、思ってしまいます。オイル工場もただの工場なのにこんな奥深い音を、生み出せるのはすごいです。マリオギャラクシーの BGM の、コメント欄にあったように過去の、作曲者よりも素晴らしい。人は、いるものであるんだなと思いました。アニマルたち、これもより楽しんでもらうための、秘策でただクリアするだけだと、楽しめないですが、スコークスとか大好きでした。もし、いたら殻を飛びたいなって思ってます。あとはタル、とかも独自の、形をしていてすごいと思います。ギリシャみたいなステージも子供の、頃に、なんだろう、これ、って思ってましたからね。驚きの仕掛け、キングクルールを倒したと思ったら実は倒してなくて、ドンキーに襲いかかってくる。あのラストは想像もしませんでした。今でも保管していますが見ると、やりたくなっちゃいますね。総合評価、やはり、最高、になります。ニアさんの方が面白いと、思いますが、ドンキーとディディコングの、ペアで遊べるの箱の元祖だけなので、貴重だと思います。おまけに2では、割れていたし、苦笑。少しがっかりしました。音楽面ではこの1と2が、優秀で3は他のゲームだと、すごいんでしょうけど、ドンキーということであんまり印象にないですね。ステージと音楽の相乗効果を、理解したのはこのゲームが初めてだと、思います。知らない人にも遊んでほしい名作ゲームです。ゴーグル侍、意見。
そうプレイ時間、相当な時間プレイしていましたので、覚えていません。クリア率 101% 達成。良い点、当時最新だったサンディ CG 技術を駆使してスーパーファミコンの限界を超えた華麗なサンディグラフィックを表現することができた点。デビッド、ワイズ、イーブリン、フィッシャー両氏が作曲した上記の華麗なサンディグラフィックに合った環境音を交えた BGM もスーパーファミコンの限界を超えていて素晴らしい点。パワータイプのドンキーコング、にしろめ、かつてマリオと戦った初代ドンキーコングの孫、スピードタイプのディディーコングと役割がはっきりしたプレイヤーキャラ。体当たりするだけで前方の敵を倒すことができるだけでなく、樽なしで壁を壊してそのままボーナスステージへ行くことができる際のランビ、前方の敵に近づくだけで自動的に攻撃してくれて、水中ステージでは唯一の攻撃手段として重宝されるカジキのエンガード、癖のある動きをするもののジャンプ力が高く厄介な雑魚キャラである方のジンガーを踏んで倒すことができるカエルのインキー、踏みつけ攻撃ができなくなるもののホバリングで遠くまで移動できるダチョウのエクスプレッソ、当時はライトで暗い洞窟を照らすことしかできなかったものの、続編では非常に頼りになるオウムのスコークスと個性のはっきりしたアニマルフレンド、ステージ攻略やステージに隠されたボーナスステージを発見することでクリア率を増加していくといったやり込み要素。悪い点、ディディーコングの方がドンキーコングよりも当たり判定が小さく、スピードも速いだけあってドンキーコングの活躍の場があまりないように感じました。ドンキーコングが活躍できるのはディディーコングでは倒しづらい雑魚キャラを倒すときくらい、アニマルフレンドでオーソドックスな立ち位置であるランビの出番が少なく感じました。続編ではさらに活躍の場が広がりましたが、一度ステージに行ってしまうとボスを倒すか、ファンキーコングの飛行機を利用するかしないとステージから出ることができない点。ボーナスステージの中にボーナスステージ等といった攻略本や攻略サイトを見ないと絶対に気づかないであろう、あるイメージ悪と言える隠し要素がいくつか存在する点。総合評価、イギリスのゲームメーカーであるレア社開発の下でリリースされたドンキーコングシリーズの新たなアクションゲームで、当時最新だったサンディ CG 技術を駆使してスーパーファミコンの限界を超えた華麗なサンディグラフィックと、その華麗なグラフィックに合った環境音を交えた BGM からして、これは本当に SFC のゲームだろうかと思わず錯覚してしまうほど衝撃的なゲームでした。SFC の限界を超えたと、はいえ従来のアクションゲームと同様にシンプルでプレイしやすいだけでなく、難易度も良い具合にバランスが取れていたことも考慮して、評価は最高です。悪た意見。そうプレイ時間不明。良い点、シンプルで操作が簡単なのでプレイしやすいところ。 BGM も全体的にいいですね。後の作品にも言えることですが、ステージが進んでいくごとに難易度が高くなるような設定が上手に活かしています。ボーナスステージを攻略するごとに達成度が上がっていく仕組みもよくできています。クリアしないでステージを進めるだけでカウントされる設定は少々ぬるいですが、ボス戦においてはクイーンビーとキングクルール戦が結構難易度が高かった記憶があります。途中でエンドロールが流れる演出は反則で少々。悪い点、セーブしにくいところですかね。途中でフランキーコングがいたところは助かりましたが、ゲームオーバーになると該当するステージの初めからやり直しになることもあったので、ホワイトマウンテンやカントリーファクトリーなどスコークスが登場する洞窟では十字キーの左右切り替えでライトのせいで画面がチカチカして見づらいところもあった。総合評価、シンプルかつ明快なアクションゲーム。後半になるとステージが難しくなっているため攻略に苦労した思い出がありましたね。でも楽しめました。白意見、そうプレイ時間5時間ほど。良い点、ゲーム性、音楽、映像、あらゆる面でハイレベル、丁寧な作りで暇がない。初見無攻略だと難易度が適度に難しくてちょうどいいですね。難しい面も難しすぎないくらいの
難易度で絶妙です。具体的に言うなら、スーパーマリオ 2-8、4クラスの、避難度のステージはなくてギリギリ遊びやすい難しさに、収まってる感じ。初見殺し、わからん殺しといった要素が、非常に少ないのも素晴らしい。焦らずにちゃんと見ていれば、初見でもクリアできるようになっていて、死んだ時に理不尽さを感じることがほとんどない。そういう要素がある場面の、前には必ず仲間の入っている樽が、配置してあって全滅しないようになってるなど、とにかく丁寧な作り。悪い点、グラフィックの美しさを求めるあまり、見づらいと感じるところがある。操作性にほんのわずかだが良くないと、思う部分がある。これらも大きな欠点ではないですが、少し気になりますね。総合評価、シリーズ初プレイでしたが一般に、高く評価されているのも、納得の作りでした。理想的な横スクロールアクションと、言っていいでしょう。ややゲーマー向けな難易度ですが、誰でも楽しめると思います。現在、ダウンロード版も配信されていて、プレイしやすいでしょうし、おすすめしたいゲームですね。ナナミネ、意見。良い点、ゲーム性。今作は、スーパーマリオブラザーズ、などに、代表される、横スクロールアクション、なので、ゲーム自体が苦手な人でも、楽しめます。また、アイテムによる変身がなかったり、操作キャラクターが2体だったりと、差別化が図られているので、マンネリ感がないのも良かった。BGM。各ステージの雰囲気に合ったものを、使用していますね。それに質がすごく良い。サウンド面に関しては現代のゲームと比べても遜色ないと思います。難易度。どちらかというと難しいステージの方が多いですね。どこかしらで積むでしょう。でも、やりごたえを感じさせるという意味ではこのくらいがちょうど良いかと。悪い点、ボスキャラクター。使い回しがあったのは残念。巨大のオケと巨大メッキー。それらに関しては倒し方も一緒だったし、ボスキャラの使い回しはせめて一体だけにしてほしい。一言、難しいふんやりごたえがあり、かなり楽しめました。300万本売れたそうですが、この面白さなら当然ですね。総合評価、とても良い。
Ha 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 ha!